話すスピード、はっきり度、語彙、動画のテンポ感、本人の性格、出てくる人数、6分野分析して割り出しました。実際に私が通った道でもあります。So, how are you doing today? Today we're doing 英語レベル別おすすめ海外 YouTuber! イエイ！ということで、そもそも英語レベルって何やっていうところに来ると思うんやけど、それについてはもういっぱい話すことがあるから別の動画で話そうと思うんやけど、でも今回は CEFR っていう外国語の運用能力を測ることができる国際基準をもとにやっていきます。初めて聞く方もいるかなと思うんやけど、 A1 から C2 に分類されてて、大きく分けると初級が2つ、中級2つ、上級2つ、それぞれのレベルの詳細提示した上でおすすめのチャンネル紹介していくのでご安心を。じゃあ早速 A1 からスタート。A1 1人目、 Speak English with Vanessa。 Hi, I'm Vanessa from speakenglishwithvanessa.com。 スピード1、はっきり度10、テンポ感2、語彙1から6、人数基本的に1人、ワイワイ度5。名前の通り英語を自然に自信を持って話すことを応援してくれるチャンネル。私もほんまにお世話になったし、レベル問わず全ての人が見るべきやと思うけど、登録者547万人もいるだけあって、質も高くて分かりやすいし、何より説明して終わりじゃなくて、私たちがアクティブになる機会を与えてくれるのね。だからアクティブな状態で動画が見れるってことは、つまりインプットとアウトプットが同時にできてしまう。こんな風に綺麗にはっきり発音してくれるの。 You could just say see ya, see ya, not see you, but see ya, see ya later alligator, in a while crocodile, just rhymes.It's silly. ほんでこんなにはっきりした発音の何がいいかって、聞き取りやすいだけじゃなくて自分の発音矯正にもなるやんか。このチャンネル見てほんまにいっぱい気づいたことがあって、あ、これはこうやって言うんや、だからおすすめです。次、 A1 2人目、 Alia Zaita。 I am very excited for the new year. There's gonna be so much that's gonna happen. 話すスピード 2.5、 はっきり度10、テンポ3、語彙6、人数1人か、たまに彼氏が入って2人、内向的でワイワイ度4。喋るの超はっきりで割とゆっくりめに話してくれる。つい最近、犬が泣いてる。つい最近シアトルとるからニューヨークに引っ越して、ストーリーテリングがめちゃくちゃ上手。ごめんね。Sorry for the barking. They're living their life. この若さでこの自立具合で考え方も素敵で、尊敬もできるのに友達感覚になれる。実は彼女、母国語が英語じゃないのね。でもネイティブレベルだからそこの心配はいらへんけど、そういう意味でも人としても英語面でもモチベーションが上がる素敵なチャンネルです。次、 A2 は3人紹介したいと思います。A1 よりも全体的にその分析結果の数字がアップっていうか、難易度が上がる感じになってます。だから性格もちょっとワイワイ系が増えるかな。1人目、 Jen M。 Good evening everyone. It is 8 o'clock. 話すスピード4、はっきり度9、テンポ3、語彙5、1人か旦那さん入って2人、ワイワイ度4。 Vlog、 ライフレッスン、メンタルヘルスのこと、いろんなトピックに触れてるし、いろんな動画を出してるんやけど、アリアとはまた違う形でストーリーテリングが上手。 A1 よりも話すスピードはちょっと上がるんやけど、シチュエーションがすっごくわかりやすいから、分からへん単語に出会っても推測しやすい。 For tonight's beverage, we've got Wild Wonder Mango Gold. Cheers! He just got kidnapped. You have 2 hours to talk about one topic in order to be freed. What is it? A2, 2人目、 Camry Noel。 Finally ready. It's taken me 2 months. 3 months. No, 2 months. 話すスピード 5.5、 はっきり度9、テンポ5、語彙5、1人たまに複数、ワイワイ度5。壮大すぎひんけど企画がしっかりしてる、うるさすぎないエンタメ系チャンネルって感じかな。でも Vlog とかも上がってる。だからまあまた文脈がつかみやすくて、でも実は脳科学を学んでる学生らしい。ちょっとギャップじゃない？ A2, 3人目、 Summer McKean。Girl, you're rocking on thin ice. First, we have this Juicy Couture graphic tee. A, so comfy. Could literally do yoga in these. Oh my gosh, wait. 10 out of 10. 話すスピード5、はっきり度 8.5、テンポ3、語彙5、人数1人、たまに友達が入る、ワイワイド 6.5。もうサマー大好き。個人的に顔がめちゃくちゃタイプなんやけど、まあ、っていうのは置いといても、彼女のいいところはすっごい正直で、プライバシーありつつもオープンにシェアしてくれるから、彼女の人としての成長やったり人生を見てるような気分になる。今紹介した3人とも、のこと言えたわけじゃないけど、実際私がお世話になった人たちやし、特にジェン・エムとサマー・マキーンは今も好きで、上がったら見てるかな。次、 B1。B1
B1 は、まあ、いろんな味を浴びてブラッシュアップするべき時期やと思うんだよな。実際私もそうやったし、っていう意味で個人的に思うザ・アメリカ人なグループエンタメと穏やかなチャンネルを混ぜてみました。一人目、ハナ・メロチェ。 You're gonna hit the bottom end? Hannah. Like, I literally never thought I'd be looking at this in real life.スピード5、はっきり度6、テンポ4、語彙5、人数1人から、ワイワイ度3。この子は発音ぼやっとしてるから結構いい訓練になると思う。包容力があるのになんか洗い流される感じもあって頑張ろうっていう気持ちにもなれるところが好きです。2人目、シドニー・セレーナ。 What is something that you noticed you always do ever since you're little? That's an interesting question. スピード6.5、はっきり度 8.5、テンポ5、語彙5、人数1人から、ワイワイ度 6.5。 今まで紹介してきた中で一番話すの早いかな。超カリフォルニアの女の子って感じ。またこれも私が勝手に思うやけど、23歳の子で単純に見てて楽しくて、で友達も出てくるんやけど、ジェイクっていう仲いい男友達がミュージシャンやねんな。だからたまにお互い聞けるのもいいな。 B1 3人目はピアーソン。 Here you go. Give him a kiss. Go on in. Come on in. Smoochie, smoochie, smoochie. He got you. Yes. He tried to do tongue.スピード8、はっきり度10、テンポ10、語彙6、人数複数、ワイワイ度8。これがある種の起爆剤として入れたチャンネル。個人なんやけど、グループみたいなチャンネルで、どういうことかっていうと、そのコミュニティの仲間全員ランダムに出てくるんやけど、それぞれが個人チャンネルを持ってるって感じ。だからまあメンバーは大体一緒。一人の時もあるけど、ほぼグループかな。でもなんか、10人とかじゃないよ。見てもらって分かったように、スピード感満載で、企画がっちりで、日本にいながらアメリカ人に囲まれてる耳になれる。B1 ぐらいあたりで挑戦するのがベストかなって思います。次 B2 または B2 から C1 の間。1人目、エイヴァ・ジョーズ。 Hoda and me. I feel like if you're on the newer side. Okay, okay.スピード8、はっきり度 8.5、テンポ4、語彙8、人数大体1人から2人、ワイワイ度5から 6.5。 この子はハワイに住む22歳の女の子で、包容力がまたすっごいので、うるさい子ではないねんけど、笑い方が特徴的やからっていうので、ワイワイ度あの数字にしたんやけど、まあ、びっくりする人もいるかなって。でもめっちゃ可愛いんやで。突発的な笑い方やねん。で彼氏さんといる時は特にゲラになるから分かりやすいぐらいに。だからこっちがにやけてしまうっていう。で語彙については本をよく読む子やから、ほんまに使う言葉が綺麗なのね。もちろんスラングとかも使うけど、全体的に見た時にすっごい綺麗で、心にグッてくる言葉で、ポロって出てくる考え方が的を得てたり、勉強になったり、救われたり、人間としての厚みをすっごく感じる人。 B2 から B2 からまた C1 の間、2人目、 Your mom Ashley. The best, most delicious suki cheese. Oh my god, there's like little chia jellies in it. I love anything that's grape flavor. Chia seed and yam flour. スピード8、はっきり度9、テンポ6、語彙7、人数複数多め、ワイワイ度7。ニューヨーク在住24歳の女の子、 Vlog 兼エンタメ系チャンネル。 I would name it like that. 抹茶が大好きで、フィットネスも好きで、アウトゴーイングでアウトドアの子で、基本的に食事はビーガンを取り入れてる子。ビーガンじゃない時もあるけど、ベースはそれな子や。語彙はニューヨークとか、まあ、スラングが多めとかそういうので、7にしました。ラスト3人目はEmma Chamberlain. I bought scissors. Why did I need these? I'll remember when I need them again. Can I even travel with scissors? Like, is that legal? I'll Google it.スピード 2.5 から9、はっきり度10、テンポ1から10、語彙8、人数1人、ワイワイ度5から10。彼女はね、彼女に関しては私 T シャツまで持っております。I'm such a fan! 15歳から22歳の今までやってるから、今と昔では全然話すスピードもテンポ感も違くて、だからどこでおすすめしようかなって迷ってんけど、まあ、今の今は語彙とユーモアっていう面で完全に B2 からその C1 との間やなって思うねんな。もう話がダントツでうまい。それに尽きる。その喋る時の間ももちろんないけど、エマの表現の仕方はもう綺麗っていうか、なんかもう他と違う。綺麗とかのあれじゃない、もう他と違う。うん、あと、うん、そうそう、ユーモアもな。全方面で新しい気づき、学び得られるものしかなくて最高やし、やんのに友達感がすごいっていう。で、エマのチャンネル見てていいのって、特に女の子な、多分いいなと思うねんけど、なんでかっていうと、その結構人気な子やから、エマを知ってるから言えるネタやったりとか、通じるネタがある。海外の友達喋るときに盛り上がれるのね。例えばエマの口癖で、100% totally とか、obsessed とかあんねんけど、それをお互いエマ好きって分かってる友達の間で、なんか、100%
線とか言ってるのが楽しいっていうのもあります。昔のエマは逆にめっちゃ喋るのもテンポ感も速いから、そういう意味でも練習になる。最後 C1 か C1 から C2 の間、もうこれはハブ効果も多分私 C1 か B2 から C1 の間だと思うから、 C2 ではまだ絶対ないと思う。しかも捉え方いろいろやんか。超ネイティブみたいなのが C2 なのか、賢いエレガントの話し方ができたらいいのか、それぞれやから。だから名前と軽く説明だけしたいと思います。Dustin Bernag, Lena Lifts, and Sternio Triplets. Dustin Bernag っていう人は男性なんやけど、喋るのめっちゃ早くて、でもアーティスティーなアートな感じの人。Lena は女の子に強くなろうぜ、感じの発信をしてる子、ウェイトリフティングとかジミングするのが好きで、その発信も Lena はどん底を経験してる人やからすっごく響くし、私がほんまに助けられました。で、Sternio Triplets はとにかくうるさい。めっちゃうるさい。もうこの最後の最後に最上級のもうコミュニケーション文化を理解するみたいな意味でも最上級のめちゃめちゃうるさいチャンネルを持ってきました。あれやで、英語喋る人がうるさいってわけじゃないよ。でもいろんな人がいるやん。めっちゃうるさいねとにかく。だから一種の経験っていうかさ、3人の兄弟で、男兄弟で車の中で話すっていうのが基本的なんやけど、会話のテンポ感もめっちゃ早いし、超レイジーのなんかサボった喋り方するから聞き取りの練習にもなると思うし、まあ、いつもどうでもいいことばか喋ってはるけど、面白い。けど超勉強になります。英語学習っていう面で。はい。っていう感じでした。もう熱が入りすぎて、ほんまに参考になる自信がありますし、ぜひ使ってほしいです。じゃあ、Thank you so much guys for watching. I love you guys as always. I hope you all are doing well and you are so beautiful and stunning and shining as always. In your own way. I love you. Don't forget that. Bye.